ついに開幕したこのコンペティション、熱戦を勝ち抜くことはできるのか。ライトをかけた戦いの始まりです。この時間は名古屋グランパス対マツダゼルビア、こちらをご覧いただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援を受け、両チーム今日のゲームを戦います。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー。シュート、ランゲラック、いやーよく反応しましたね。難しいボールでしたけどもね、いやーよく止めましたよね。名古屋、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。さて北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。やっぱりマテウスでしょうね。彼のプレーは間違いなく攻撃のアクセントになってくるでしょうね。スピードに乗ったキレのあるドリブルが特徴なんですけど、足元のテクニックもありますからね。攻撃に推進力を与えるには彼の活躍が必要不可欠になってくるでしょうね。はい、さあこのゲームではどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待しましょう。米本、マテウス、仕掛けるか。松井、名古屋は前半まだシュートまで行けていません。内田、奪い返します。いけるか。スピードアップしたいですよ。ここは泉、マテウスからユンカー、ここからですね。空いてますからね、立っていきたいところですよね。流れを止めます。コナガ、今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。町田、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。米本、どう入るか。米本、クロスを上げる。さあ左サイドへ、野上、ここはカットします。丸山、さあ左へ預けて、マテウスへ、スペースを狙った。もういいですね。上がる。松田はここクリアで難を逃れます。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。専門職の中で選手起用、そういった形でどうするかですね。まあ、本当に変えることによってね、本当に飛ぶところになる可能性はもちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。名古屋グランパス対マツダゼルビア、得点は動かないまま後半を迎えます。Substitution on the field. Number 34. さあ後半キックオフ。Coming on to replace him is 両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後、どう出てくるのか非常に。マテウス、
ディフェンス陣の隙を見逃さないいいプレーでした。マテウス得意のミドルシュートでした。名古屋が後半に入る前にハーフタイムでメンバーを変えたようですね。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれないですからね。早めにカードを送ってきましたよね。監督が前半を踏まえてこの後半どういう戦い方をするのか見ていきたいですよね。泉へのボール、狙えるか、シュートこぼれた。松田、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。名古屋は2本目のコーナーキック、松田はこれまで1本。立ち上がりでゲームが動きましたよね、はい、欲しかった先制点が入ったのでここからの時間主導権を握って自分たちのサッカーをしたいですよね。そうですね。ここはクロス、松田はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。オナガ、オナガからエリック、裏へ届くか、ここは読んでいました。オナガからのスルーパスをカットしました。マテウス、泉、中島、ここで前を向けるか、町田、カウンターを仕掛けます。勝負のシーン、松井、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。名古屋としては自分たちのやりたいサッカーは展開できてますよね。今の攻撃良かったですよね。形は作れているのでこれを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。スルーパスを、シュート、さあこぼれた、シュート、決定的なゴールになるのか。マーティウス、いやー、よく反応しましたね。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですよね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいボールでしたね。Substitution in progress. Substitution on the field.名古屋はこれで交代枠を全て使い切りました。さあ名古屋、さらに1点を追加し2対0としています。名古屋としてはこのゴールは大きいですよね。これで残り時間の戦い方もはっきりしたんじゃないですかね。そうですね。
ここはつながりません。裏を狙っていきます。ここは競り勝ちます。山田、さあ一気にカウンター。マテウスから前田、安井、さあカウンタースピードを上げたいところ。浮き球を使う。このボールに触ります。アディショナルタイムは4分あります。泉、長澤へ、中島、さあ左へ預けて、おこれいいでしょ。ここで笛です。2対0、名古屋見事勝ちました。マテウス、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。北澤さん、試合の総括をお願いします。名古屋としては後半からリズムをつかみ始めましたよね。失点もなくきっちり2得点決めての勝利ですから、今日は納得のいく試合だったと思いますよ。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。名古屋が2対0で見事勝利しています。